おお楽しいいいね。さあ、道見つかるかな。道道、あった、あったあった道。これ持って帰ろう。これちょっとぐらいの、ちょ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 、おお、この道を、お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 、やばい、楽しい。うわー、いいね、これ。ロマン。ロマンたっぷり。よいしょ。こんな感じで。なるほどね。で、こっち向ければ、あー。電池なくなっちゃった。車連結できる？マジで。待って、なんか音が、怪しい音してきたんだけど、気のせい。マジかー、なんでこのタイミングで。ちょっと待って。あー、もうせっかくの、今から楽しいところなのに。それ、これ絶対間に合わないじゃん、これ。あ、いや、間に合うか、ギリギリ。いや、いけるか？あー、洞窟、洞窟に私は、帰りたい。あー、そろそろきついぞ。お、わ、あー、ちょちょ、あー、やっばい、あ、やっばい、これ、あー、あー、あー、うんげー、うんげー。おー、もう少しで洞窟に戻る。ちょっと、お、あー、耐える、耐えてる、耐えてる。おめっちゃ耐えてる、めっちゃ耐えてる。いけ、頑張れ、もうちょいだ、よし、あと少し。ここ。ここだよね。よしよし、いける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 。痛い！おっ！おぉ！これこれこれ。これ持って帰ろう。あ、先にこいつ作っとくか。ほい。ほいで、よいしょ。さあ、2個目のやつを作って、で、つなげるんだ。そうすれば、道が、二つ。お、おー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 、電気もなんか送られてきてる。おー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 、で、ここに、道が三つ置けるようになったんだ、これで。おーちょっと、めっちゃ楽しいじゃん、これ。この流れ。よいしょ。400ね。オッケー。あ、ちょ、一回ちょっとじゃあ乗ってみよっか。せっかくだからね、これ。よいしょ。お？あはははは。お楽しい。おー、いいね。おー、いいじゃん。めっちゃいいじゃん、これ。で、ここで降りて、電気が、つなが、あ、これでボタンを押せば電気がつながると、ここでまた。おー、なるほどね。はい、裏作業ということでね、いろいろと進めておきました。まずね、道を研究すべてね、終わらしておきました。そしたらね、バイトがね、なんと、8800もね、溜まったというね。で、ついでに拠点周りをちょっと整理して、まあ、ここはアンモニアからあったんだけども、ここはアンモニア入れ場にして、で、こっちにね、混合物入れ場、樹脂入れ場、的なものをね、いろいろちょっと4つほど作っておきました。これでね、また新しく手に入ったらここ入れるっていう感じでね、やっていこうかなと思います。で、他にもね、ここにアルミニウムを置いてみたり、こっちには、まあ、他のものを置いてみたり的なね、そんな感じで、ちょっとだけ整理をね、した感じですね。次はね、何をするかなんですが、よいしょ。バイトを見た感じ、8800あるんで、結構いろんなもの作れるんだよね。で、個人的にやりたいことなんだけども、せっかくこのね、中型ルオバーを作ったわけだから、これだけでもう、自立したものを作っていきたいもので、そう考えたら、ソーラーパネルをアンロックして、これを中型ルオバーに置いて、ついでに、この中型風力タービンも置いて、この2つでね、常に発電してる状態にしていくことによって、この、中型ローバーが常に動くというね、この2つをまずアンロックしましょう。ってことで、ソーラーパネルを
アンロック。そして、中型風力タービンをアンロックしました。中型風力タービンが、アルミニウムが2つ?アルミニウムが2つあるかな?あるね。アルミニウムなだけに。これで中型風力タービンを作ります。ウィーン。さあ、準備。いい感じに。サムネできそうな感じのところで。オッケー!中型風力タービンですね。よいしょ。あ、すんごい待ってる。で、これを、ここに置いて、あ、2個使う感じか。なるほどね。で、え、これだけでも十分なのかもしれないけどね。まあ、一応ね、ソーラーパネルも作ろうか。ソーラーパネルが、銅と銅。え?銅2個あったっけ?あ、あー、あらららら、銅がないかもしれない。じゃあまあ、どうせだったら、銅なだけに。混合物いっぱいあるから、中型ローバーをもう2個ぐらい作って、ついでに、この中型倉庫とかも置いて、洞窟潜るってのもありかね。中型ローバー2個作ろう、あとね。よいしょ。よいしょ。はい。もう1個。こうして。よし。これで3つ目ね。もう1個作りたい、もう1個。もう一個いらないかな?これでとりあえずさ、絵的にこれで十分いい気がするから、道探しでも行ってこようかな。いいよね。じゃあ道をね、4つほど探しに行ってきます。おー、いいねー。あ、こっちから見た方がいいな、こっちから見た方が。あ、ちょ。こっちにするとね、バックの状態になる。こっち目線にするとバックしないとね、進まないというね、謎の現象。あ、でもすごい、全然減らない。電気が進んだらね、進んだ分発電してる結構な速さでね。いいね。よし、ここに1個あるんで、よいしょ。1個目、2個目、3個目、4つ目ね。あ、待って、ここになんかある。これもちょっと見ていこうか。銅入ってるかな。銅をください。銅を2つ、シュパーン。あ、1個銅じゃない、これ多分。いいね。銅が1個と混合物1個。よし。じゃあ、ここ降りて、研究。これいくつかな?はい。はい。え?え ?7000? マジで?え?これ7000もあるの?え、地下にあった人工物よりも全然いいじゃん。7000?やば、これだけでもう全部いっちゃうかもしんないな。もう道探ししなくていいかもしんない。で、これは?ほい。600。ああね。まあ、こんなもんだよね。こんなもんかなと思ったんだけどね。7000だって。やば。そしたら、中型倉庫作ってきたもんで、これを、ここに置いて、ここにも、つけて、ここ置いて、よし、じゃあこれでいきますか、もう一回。銅をね、見つけないとね。ソーラー作れないんでね。ソーラーのために、銅探しのために、月見団子を探していこう。ついでに、混合物とかもね、見つけたらこの辺取っていこうか。ポコポコ音がね、やっぱみんな聞きたいだろうしね。よいしょ。あ、いいね、このポコポコ感じ。ポコポコ感じいいね。で、これ手に入れたやつは、ここに、はめていくという。いいね。めっちゃ今回アイテム入るぞ、これで。あと、ああいうところにもちょっと行ってみようかね。さあ、宇宙船が落ちてるんで、ここの中にもね、銅とかね、珍しい感じの、あ、これ宇宙船じゃない?これ宇宙船じゃないじゃん。あれ?これ宇宙船に見えたんだけどさ、全然違った?あ、でっかいチョコレートフォンデュのやつだ。なるほどね。あ、てか遠く行きすぎちゃうと家がわかんのがある。あ、すでに分からん。あ、あった。え、どうしよう。灯台的なものを作った方がいいのかな。危なかったね。星だもんでさ、9なんだよね。だもんで、遠くに行くと、家のマークがね、球体だから見えなくなる的なね。あ、ここにもなんかある。洞窟があるね、ここにね。洞窟潜ってみるか?1回。